ポジションも変わって安泰なポジションではないですし、こうやるんだっていう気持ちは、ね、例年よりは強いと思いますし。坂倉翔吾24歳、2021年鈴木誠也と首位打者を争い、昨シーズンはコンバートされたサードのポジションをこなしながら三冠王村神様に負けじとヒットを量産。そんな球界屈指のバッターに成長した若越には入団時から変わらぬ思いがありました。キャッチャーとして魅力なのが、勝てるキャッチャーだと思ってるので、まあ、やっぱり勝てるキャッチャーがチームにとって一番だと思うので、試合に勝つことです。はい、もうそれだけですね。キャッチャーとしてチームを勝たせたい、消えなかった扇の要へのこだわりを胸に、キャッチャー一本にかける坂倉翔吾の進化が問われる1年が始まりました。ドキドキしてましたし、またビジターっていうか相手チームの球場でやるっていうことで、またこうアウェー感もありましたし、その中でこう緊張感もやっぱ特別だと思いますし、4連敗ないと思ってたっていうか、もう勝てると思って信じてやるしかなかったので、そこを超えて4月7日先発マスクで初勝利もあったと思うんですが、やっぱりこう気持ち的にちょっとホッとするんですかね。そうですね、まあその前の試合で相澤さんが試合かぶられてこう勝ったっていうのを間近で見れたのが、なんか自分の中でこう切り替えになったというか。開幕を先発マスクとして迎えながら味わったまさかの4連敗。転機となったのは、初めてスタメンを外れた日にベンチから見たチームの今シーズン初勝利でした。またこうなんていうんですかね、自分もっていう思いになれたので、まあそこでこうなんかこう勝つっていうことを間近で見れたっていうのが自分の中で大きかったかなと思ってます。はい。想像を超えた連敗という最初の壁に、先輩キャッチャーが背中で見せた勝つことの大きさ。自身も翌日の試合でキャッチャーとしての1勝目を手にし、先発マスクの試合数も大きく伸ばしています。捕手としてはここまで自己分析、自己評価ってどうですか？どう、高くはないですけど、はい、こうなんとか必死に頑張るっていう、使い続けてもらってるっていうのは何かのメッセージだと思って、はい、しっかり頑張りたいと思ってます。まあ、そういった中で、まあ、成功もあれば失敗もあったりすると思うんですが、こう試合後って切り替えとかってどうされてるんですか？試合は見ますね。もう必ず見る。まあ、バッターの入り方だったか、そういうのも見ながら、一応次の日のためにも、その日の反省のためにも見るようにします。じゃあなかなかナイターでとかだと大変な時もありますね。そうですね、ナイターでいはちょっとしんどいところがあるので、はい、まあ、でもこう目を通すというか、見るだけで全然変わったりする、はい。チームの勝敗を左右する決して簡単ではないポジション。実戦が増える中で、自分ができないことによってチームに迷惑がかかってるっていうのは実感するので、そこが一番苦しいしきついなとは思います。まあ、やっぱりこう一番ボールに携わって、試合の勝敗に直結するっていう意味では特別なポジションかなとは思ってます。はい、試合の勝敗に直結する、そんな過酷な場所への再挑戦にも坂倉選手には試合に出続けるからこその思いがありました。ここまで開幕から数多くスタメンマスクかぶることも初めてだとは思うんですけれども、はい、そういった中で初めて気づいたこととか、こういうことが違うんだっていう部分ってありますか？体的にも精神的にもやっぱこうしんどい時は来るんですけど、チームが勝ったりしてこう
喜びに変わったりする瞬間っていうのはやっぱりこうある意味こう波が激しいというか、まあ、そういうことはあるんですけど、うん、まあ家族出れるっていうことの、うん、幸せというかなんというかっていうものは今こう感じながらやってます、はい、ガッツポーズが多く見られるなと。自然にこうやっぱピンチの時とか抑えたりすると自然によしってなるんで勝手に出ますね。うん、いやでもすごく見ていて私たちもテンションが上がっております。はい、ピッチャーより上がらないように気をつけます。ピッチャーよりは勝てるキャッチャーを目指し再スタートを切った24歳。覚悟を決めた扇の要に最後に聞いたのは、今改めて星の醍醐味ってどうですか？試合に勝つことです。はい、もうそれだけですね。そこはこうキャッチャー一本で専念した今も変わりない？そうですね、まあ、そこが一番こうキャッチャーがこっそり評価されるところだと思うので、こうやっぱ勝つことがこう一番だと思ってます。今もそうですけどミスもしたり、いろんな失敗すると思うんですけど、とにかく前を向いて、チームが勝つために今自分ができることをしっかりやっていきたいなと思ってます。はい。